オリンポスの神アレス、そしてアテナ、彼らが率いる神の軍勢はあまりにも強大であった。連合軍は奮闘も虚しく敗北を喫する。スサノーラ千人の力を借り、連合軍は撤退を開始するが、アレスたちは執拗にこれを追撃。さらに行く先にも伏兵が待ち構えていた。偵察の兵が戻ってきました。この先でアレス軍と見知らぬ将たちが交戦しているようです。そのアレス軍はおそらく我々を待ち受けていたのでしょう。新たにこの世界に迷い込んだものを我々の仲間と勘違いして襲ったのかもしれませんね。困っている者を放ってはおけぬ。我々のせいで襲われたというならなおさらだ。義と愛にかけて救わねば。お待ちください。剣心殿は我が軍の要。これ以上危険にさらすわけにはいきません。それに皆先ほどの戦いで疲れているはず。ここは我らに任せ、先に逃げられよ。闘争を託す。私たちも頑張るから安心して。帰ってゆっくり休んでね。消去、剣心様に失礼でしょ。いいのですよ。あなた方の義と愛、十分に伝わりました。ここはお言葉に甘えてお任せします。ええ、新たな仲間を連れ必ず無事に戻りましょう。見知らぬ将らが寄る砦は敵の猛攻を受けています。急ぎ救援しなければ陥落は時間の問題でしょう。どうやらアレス君は砦にいるのは我々の仲間だと勘違いしているのさ。今奇襲をかければ敵の動揺を支えます。その隙に彼らを救い出しましょう。諸葛亮殿はこの作戦の要、必ずや守ってみせん。ええ、私たちで孔明様を支えましょう。砦にいる方々を無事にお救いするためにも。お前たちがここへ逃げてくることは分かってた。恨むなら俺の勘を恨んでくれよな。私が何の話か知らんが、黙ってやられるわけにはいかんな。下手を踏んじまったか。ここは一旦引いとくぜ。おやおや、諸葛亮じゃないか。お前さんが助けに来てくれるとは心強いね。それにロシク殿、ご無事で何よりですが、再会を喜んでいる暇はなさそうです。しっかり囲まれている。どうせなら俺たちの策で一網打尽にするのはどうだ。ひとまず下がって立て直した。この地形、この風、なすべきことは一つでしょう。さすが話が早い。まあ、これは策がなった後の追撃を受け持とう。じゃあ恐縮ですが、俺も参加します。逃げる時をこ伝播にする策ならお任せ。なら私は諸葛亮の計がうまくいくようにちょいと再考するとしよう。さて、準備に取り掛かろう。この者、抜かりないよう頼むぞ。軍師が知恵を持ち寄るんだ。あいつもちょいと気張っとこうかね。うまくはまれば形勢逆転。昼寝してる場合じゃなさそうだね。早いとこ味方の船を繋いじまわないとね。お前さん、
工作兵を守ってやってくれないかい。打ち取った船をつなぐ工作兵は策の要、鉄の盾のごとく守ってみせん。すごく頼もしいです。出番ね。ねえねえお姉ちゃん、みんな何の話してるの？さっぱりわかんない。あ、私もよ。それだけすごい策ってことじゃないかしら。そっか、じゃあ私たちは頑張ってお手伝いすればいいんだね。あの3人ならうまくやってくれるでしょう。船に戻り、策が知れぬよう敵を引きつけなければ。孔明様、私も共に。いや、この砦が欲しいんだけどさ、敵が強くってちょっと手を貸してくれないかな。私でよければお手伝いします。矢を射込むには絶好の位置だ。敵に抑えられているな。ここは力ずくで奪うしかないだろう。すまんが手を貸してくれないか。もちろん手伝います。この砦を渡すわけにはいかない。諦めてくれないか。わけあってそうはいかないんだ。そっちもわけありみたいだけど。お前たちはここで倒す。俺たちに失敗は許されねえんだ。必死なのは分かったよ。でもこっちも譲れなくてさ。あの攻撃力すさまじい。どうにか味方に引き入れられないのか。へえ、そんなことできるのかよ。このダム子たち、なんだか怖そうだよ。お前は勘か。この先へ行かねばならんのだが、通してくれないか。それはどうしてもと言うなら私を倒してください。わあ、すごいの見せてもらっちゃったよ。相手を務めよう。頑張りましょう、ね、カーン暗黒、参る。砦を無事確保。ここに船を仕込めば準備完了と。お役に立ててよかったです。ああ、いいね。その調子で頑張んな。私がお前の相手だ。その分試させてもらう。お前こそ真の三国武装よ。これで目的地への道は開けたが、待ち受けるはあの怪物か。あの鳥みたいな子たちいなくなっちゃった。どういうことだ。怪物どもが見当たらん。いつの間に姿を消したか。とにかく目的は果たせた。ここに戦車部隊を配し、逃げる敵を射抜くとしよう。皆の助力に感謝せねばな。うまくいくかな。ドキドキしてきちゃった。船をつなげたようだね。これで策もうまくいくさ。お前さんのおかげだよ。策の成功が待ち遠しい。花の開くのを待つがごとくだ。さて、そろそろ移動しましょう。戦場に手は危険ですから。はい、孔明様。敵を引きつけつつ交代ですね。ようやく追いついた。人間だ。ここで終わらせてやる。そう流行らずともよかろう。敵は無勢、討ち取るのはたやすい。来ま
我々の策を披露する時が来たようです。今です。火を放ってください。自分たちの船に火をつけるだと？正気か？おやおや、いい具合に燃え広がってるね。苦労して繋いだ甲斐があったよ。敵は動揺している。今だ。一斉に矢を打ち込み追い打ちをかけよう。わあ、敵さん大混乱。お次は副兵行ってみよう。敵は見事に浮き足立っています。この隙に全軍撤退しましょう。さすがは孔明様、鮮やかな采配お見事です。この上に遊びするなんて悪い子だね。お仕置きだよ。こんなところに兵を配していましたか。敵も抜け目ないですね。孔明様、ここは私にお任せください。いい働きをしましたね。私も奮起して応えましょう。諸葛亮さん、自分で言うのもおこがましいんだけど、実は俺今孔明なんて呼ばれてるんだよね。おや、そうでしたか。一筋縄ではいかない方のようですね。じゃあ俺たち似た者同士？本物から言われるなんて偽物冥利に尽きるな。宝刀のおかげでうまくいきました。ここで同門の力を得られるとは心強い限りです。褒めても何も出ないよ。しかもまだ戦は終わってないしね。そうでしたね。共に勝利を描きましょう。これで退路は開けました。追いつかれる前に急ぎ撤退しましょう。すごく頼もしいです。この地より逃がすことはできん。諦めるのだな。さっきはしくじっちまったが、今度はそうはいかないぜ。なあ、おめえ天井金儀通してやんぜ。皆のため、この程度の炎でひるむな。安全軍、戦場から退去せ。すぐさま立て直したか。将たる器だな。さすがです。その調子でお願いしますよ。おかげで敵の追撃を退けることができました。何、救われたのはお互い様だ。俺たち軍師の力が合わさって大勝利ってね。こんな戦も悪くない。今日はうまい酒が飲めそうだよ。ほうほう、なるほど。なんだかとんでもないことになってるみたいだね。だが皆が力を合わせれば打ち破れぬ困難などあるまい。今回のようにな。そうそう、あいつたちもよければ一緒に戦わせてくれ。ええ、もちろんです。お三方がいてくれれば心強い限り、ぜひお願いしますよ。だいぶ賑やかになってきたね。ナタ殿、ジョカ殿、ご無事だったのですね。まあな。そうだ、紹介しよう。この者はスサノオ、我らと同じ戦界の住人だ。我も助力しよう。
またしても人間と共に戦うことになるとはな。確かに見覚えがあるような気もするな。ま、はじめましてでも久しぶりでもいいや。これからよろしく。あっしは方位資源、無理はしないで頑張るよ。よしき、堂々乱世を渡らん。兵は軌道なりってね。バク、我に任せよ。成功したのね。実は我らと関わりの深い男に調査を頼んでいてな。その男、サジから報告があったのだ。オリュンポスから紛れ込んだと思われる妙な怪物の操り方が分かったと。ほう、サジもこの世界に招かれていたか。しかし怪物の操り方とは。知りたくば奴の元へ来いとのことだ。その地で新たな仲間と共に待っていると。どうする？面白そうじゃねえか。行ってみようぜシエ。ああ、そうだな。その怪物とやらも次の策に生かせるかもしれん。新たな仲間というのも気になる。わしも同行せん。戦場を混沌で染め上げてやろう。神仙サジ、ジョカラより先に世界の融合に巻き込まれていた彼は密かにこの地を調査していた。そのサジから連合軍へ報告が届く。オリュンポスから紛れ込んだ怪物の操り方が判明した。新たな仲間と共に待っていると。怪物の実態を見極めるべく、そして新たな仲間を得るべく、連合軍は調査に向かった。どういうことだ？サジ殿は敵に取り囲まれているようだが。あれはオリュンポスの奴らか。下せぬな。サジはそんなことは一言も。しかし敵を排除しつつ進まねば、サジ殿と話もできまい。そうだな、神だか何だか知らねえが、ぶっ飛ばしてやろうぜ。やけに敵の数が多い。聞いていた話と違うぞ。来たか。ほう、思いのほか早い。よほど怪物に会いたかったと見える。何を言う長男。敵を排除したら話を聞かせてもらうぞ。だったか。戦界の連中など押しつぶしてしまえ。さて、怪物指南の始まりよ。怪物を駆使した戦い方、
小生が解いて死んぜよ。天空の覇者に群がる敵を焼き尽くせ。整絶に。すげえ、なんだありゃ。鳥か、それとも獣なのか。まか不思議なる存在よ。異世界の神がこの地に介入したことで現れたという。浮かれるな、油断は敵ぞ。耐えられる。行くぜ相棒、片っ端からぶっ潰しめ。おう、おう、鳥よ、異国にはかかる馬車がおったか。天空の覇者よ、敵陣を焼き尽くせ。いい調子だ相棒、去年が一番派手に暴れるか、勝負といくか。サジ、怪物の由来は分かった。だがどうやってこいつらを手なずけた。彼らはもとより人の世にあるべきものではない。その存在自体がおぼろであり、ヨスダを求めておる。すなわち、ひとたび己が主と見定めれば、誰であろうと従う性質を持っておるのだ。今一つ釈然としないが、脳は擦り込みのようなものか。なぜ人間がこいつらを操ってるんだ。誰か早く止めろ。幾万の兵力にも値する圧倒的な力、策の幅も広がるだろう。頑張りましょうね。助けてやるか。力負けするなって。どうしよう、踏んじまった。砦を突破した。余勢を借り、この地から敵を追うぞ。いい気なものだ。せいぜい勝った気でいるが。こいつ、そぼりと。よくやった、素晴らしい働きだ。その羽がどんな感触だ。天空の覇者の魂ぜと叫んでいる。撫でてやれ、誠実に。柔らかい。今だ、戦場に混乱を呼べ。荒ぶる闘志と怒り、誠実、魂の声すら届かぬか。落ち着け相棒、わしの言うことを聞きやがれ。敵将討ち取った。見たである、あれがこの世界におる三種類目の怪物。奴らを操れるの自分だけだと思うな。向こうも怪物を引き連れてきやがった。頼もしい怪物も敵となれば脅威、心して当たる必要があろう。人の身で怪物に当たるわけは策、奴らを倒すには先ほどのよう。さすがは周宏基、怪物を敵に回したならば操る者を撃つが上策。元来怪物は中立なのだ。目の前の標的と戦う奴らにはそれしかない。大したものだ。その分まことに心強い。人間の戦とは随分勝手が違うな。
かつて学んだ兵法などまるで役に立たんか。大丈夫だ、シュー。俺たちなら怪物だって倒せる。それに前にもこんな目にあった気がするんだよな。私が出る。怪物指南もいよいよ大詰め。門番を打ち突破口を開きたまえ。よくやった。素晴らしい働きだ。最後の切り札を俺にかけよう。ベガン。な、あいつを手なずけていたとは。お仕置きよ。これいつの間に。特徴を持つ怪物もおるらしい。小生も未だ全てを解き明かしてはおらぬ。いずれ未知なる怪物と相まみえる時も来よう。相棒と砦をぶち破るのは最高だったぜ。また一緒に戦いてえもんだ。言葉を持たぬ怪物だが、その魂の叫び確かに届いた。周傭兵、長宗壁元親、悪雷天。この者らは偶然にも小生の前に現れたのでな。怪物を手なずけるよう頼んだのだ。最初は見た目に驚いたが、慣れると結構頼もしいんだぜ。そして可愛らしい。戦う時我らの魂は共鳴している。壮絶なまでに。そうか、怪物たちへの愛のようなものが伝わってくるな。確かにかっこよかったな。俺もいつか一緒に戦ってみたいもんだぜ。なんといっても
寡黙なところが良い。まあ実りがあってよかったな。助かったぞサジ。小生サジと申す者。さて参ろうか。悪雷天衣、派手に暴れてやる。衆傭兵参る。奏でよう聖絶にな。これで問題なかろう。いい流れね。成功したのね。本能寺にアテナの軍が侵攻を開始した模様。こちらは手薄なためどこまで持つか。案ずる必要はない。諸葛丹にあるものを託した。奴の策があればすぐ陥落することはあるまい。信長様さすがです。手薄になれば本能寺が狙われることを読んでいらしたんですね。これより本隊を編成する。だがすぐ動ける者は行くがよい。はい、では私は先に向かいます。アテナがいるなら心配だ。私も行こう。俺は俺で援軍を用意しておこう。ちょうどつい先ほど部下たちがこの世界に現れてな。一人目立ちたがりのやつがいるのだ。せっかくなら派手に登場させてやった方が喜ぶだろう。目立ちたがり、すごい。私とは正反対です。わかりました。本能寺の皆さんにも援軍のことは伝えておきますね。孫権殿、伝令から報告ありました。前線の我らの城に楽器と呂布の軍が迫っているそうです。楽器と呂布が。厄介な連中に目をつけられたものだ。急ぎ救援に向かうぞ。はい、猛火のごとく駆けつけましょう。あの城は確か周泰と宗仁殿に任せてあったはずだ。あの二人なら大丈夫かもしれんが。すごくいい筋肉を持ってる人たちと修行できたよ。私も少しは身についているといいんだけど、早く大きくてキレのある感じになりたいな。なかろう。頂点に立つのはこの私だ。いい流れね。出るからには責任を果たさないとね。
私が天下無双？みんなのおかげね。アテナの軍勢が手薄となっていた織田軍の領地に出現。諸葛丹と徳川家康が守る本能寺へと進攻を開始する。だが信長は泰然と構えていた。この動きを予測し、諸葛丹に本能寺の地図を授け、秘策を立てさせていたのである。諸葛丹らが持ちこたえていることを信じつつ、井伊直虎たちは本能寺を救うため急行する。陣地は神を上回ることができるのか。まだアテナの姿はない。本体は到着していないということか。間に合ってよかった。信長様が来るまで私たちで本能寺を守りましょう。信長軍は本体が到着するには時間がかかる。それまで家康殿と諸葛丹殿は守り抜かねば。信長殿よりいただいたここの地図、それをもとに裏道を使った策を立ててあります。内容は周知徹底させました。指示はこの諸葛公宮にお任せを。敵には腕輪を持つ者もいるよう、楽勝を守る皆の奮闘に期待しよう。家康様、遅くなってすみません。信長様もこちらに向かっています。直虎、力を貸してくれぬか。信長殿の到着まで我らで耐え抜こう。家康様のもとに行きたいのに、敵が。いや、家康殿は政宗殿に任せておけばいい。それより私たちは敵の指揮官を撃ってしまう。なるほど、そうすれば敵もおとなしくなってくれますね。ネズミのようにちょろちょろと正面から来る勇気もない。腕輪の力侮れない。まともに当たっても地面はなさそう。裏道の策で逃げ回りながら戦うしかないな。めんどくせえ。正々堂々戦いたいところだが、今はこらえよう。お元気で、一度お下がりください。芝生殿は敵の誘引をお願いします。分かった。師匠殿、くれぐれも手は抜かないで。はいはい、それなりには頑張るぜ。まだ腕輪を使いこなせていないということか。どうにか倒せたようね。腕輪をつけた宗妃殿が相手だ。正直もうダメかと思ったけどな。だが、これで時間は稼げたはずだ。敵増援部隊が本能寺に接近している。敵の猛攻に備えよう。ふっ、いちいち言われずともわかる。小十郎にも劣らぬ口やかましさじゃ。政宗様、何かおっしゃいましたか。あの、敵の指揮官ってどこにいるんでしょう。普通なら後方にいると思うが。じゃあ敵陣深くまで切り込まないとですね。いい計画。突破口は足で開くです。ご無礼ながら上敵でございます。諸葛丹殿の指示は緻密で的確。この調子で頼みますぞ。おお、ありがたきお言葉。必ずや家康殿の期待に応えてみせましょう。よ
セウスさん、違う世界の私たちのためにどうしてこんなに一生懸命戦ってくれるんですか？それは私にも原因があるからだ。私は利用されるとも知らずメドゥーサを倒した。そして奴らの企みを止められなかった。よくわかりませんが、でもわかりました。ペルセウスさんは優しいんですね。そんなこと、君たちの方がよほど優しいと思うよ。戦者と意地でも光るわ。みんなよく耐えてくれている。だがこのまま激闘が続けば、いや、必ず耐えしのげよう。わしはミノを信じている。そして何よりお主の采配をな。私のごときにそのような期待を。わかりました。この諸葛孔丘にお任せを。家康殿、大変です。本能寺正面を突破されました。だがまだ我らがいる。三河武士の粘り腰、見せる時ぞ。元気に。お前は強いよ。おっさんや、敵を蹴散らせ。ああ、助けてやるか。私の美しさが敵を引きつけてしまったようです。我が剣に光る。何をあの、でも、子供のではない感じ。もしかして、この人が。ああ、彼が指揮官らしいな。私たちを狙う目の付けどころは見事ですわ。ですが、我が君のためここで消えていただきます。華麗に大役を演じるはずが、こんな形で舞台を降りることになるとは。我が君、申し訳ありません。指揮官は倒した。これで敵の足並みは乱れるだろう。本能寺を守り抜いたか、大尉。預かりし要所、敵に渡すことなどできませぬゆえ。せっかくの地獄、私も楽しませてもらうわ。全軍参加して将を叩くんじゃ。一
人に任せきりで長引いては面倒だ。私が肩をつけよう。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。あっ、私ごときがすみません。あなたこそ天下無双です。信長様が近づいています。おねね様、俺を行かせてください。今日さ、下駄けすんじゃねえ。おねね様、俺も行きます。二人とも働き者のいい子だね。気をつけて行ってくるんだよ。頑張りましょうね。これ以上付き合いきれん。戻って策の練り直しだ。信長様さえ倒せば敵はおとなしくなるじゃろ。みな、狙うは信長様じゃ。猿が来た。信長が可愛がってやる。あら、他にも懐かしい顔があるわね。からかってあげるわ。バチョ、会いたかった。今度こそ私のものに。こんな時に。みんな、反義公が助立ちに参りましたぞ。今のかなり目立ったよな。孫賢殿の命によりこの吉氏名も参戦する。アテナが出てくるとは面倒だ。私が相手をしよう。ナオトラ殿は別の敵を頼む。わかりました。私は前線で敵を止めます。覚えて、最後にお前の首を取るのはこの私。大変、みんなやられちゃってる。お前様、私も行ってくるよ。よし、ここはわしがどうにか守っちゃる。ねね、あいつらを頼んだで。ご無礼ながら上敵でございます。もっと援軍を送ってくれ。敵の増援を抑え込むのだ。諸葛丹殿の劇に将兵の士気も上がっておる。数で負けていようとも必ず押し切れよう。アテナ、狙いはこの私だろ。ペルセウス、望み通りすぐに下してやる。あの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。私ごときがすみません。勝利をもたらすのだ。猿は檻の隅で震えておる。魔王はここぞ。こうなったらやるしかねえ。信長様、胸を借ります。今のわしじゃ信長様にはかなおんか。お前の治癒、日々磨かれているな。オリンポスの神の戦、目に焼き付けるがいい。どれだけ愚行を重ねるのだ。信長殿に託された本能寺、守り抜けて本当によかった。皆の力、何より諸葛丹殿の才のおかげよ。いえ、私などにそのような、もったいないお言葉です。あの、皆さんもありがとうございます。孫賢さんのおっしゃった通り、とても派手で素敵なご登場でした。派手？何より嬉しい言葉だな。改めて、俺は漢技巧。影は薄いが、覚えててくれな。よし、使命だ。挨拶が遅くなってすまん。これからよろしく頼む。
わしはこう降伏。どんな世界であろうと殿のために戦い抜くまでや。神に歯向かう者がまた増えたか。神、私たちはどうすればいいんでしょう。腕輪を使わなければ勝つのは難しいですよね。でも使えば敵の戦力を増やしてしまう。ペルセウスよ、ウムに問う。ゼウスは何故かようなことを始めた。正直わからない。ただゼウスは狂楽的で神ゆえの傲慢さを持ち合わせている。人間など神から見れば弱く愚かな存在。ゆえにゼウスが導かねばならないし、ゼウスのために苦しんでも仕方がないと。そうやって人間たちがどれだけもてあそばれてきたか。この世界を作ったのもただの戯れかもしれない。気まぐれに滅ぼそうとしているのかもしれない。もしくはオロチとやらをどうにかしたいのか。いずれであっても、いずれでなくともおかしくない。読めぬ男であるか。私たちどうしたらいいんでしょう。ギャライデカ、高降伏生涯最前線よ。俺が歓喜校だ、忘れないでくれな。よし、使命の治癒刮目してみるがいい。成功したのね。真意の見えぬ敵か。信長殿と戦っていた頃を思い出すな。ウヌは信長に挑み、覚悟を示して問いかけた。こたびはいかがする。私の考えは同じだ。まずゼウスに真意を問わねば。この世界でどうすべきかも定められぬ。であるか。ゼウスに会う方法はただ一つ。腕輪の力を使い戦うことですよね。わかりました。怖いし恥ずかしいですけど頑張ります。ダーク、それが人の子の選択ならば見守ろう。我らがこれ以上干渉すれば戦界とオリンポスの対戦となる。ゼウスの真意を尋ねるまでは避けねばな。承知した。どうかよろしく頼む。ならば他の腕輪も探した方がいいかもしれませんね。敵に渡さぬため、ゼウスの降臨をより早めるために。腕輪、ハム、思い出したのじゃ。父上、あの噂を覚えておるか。ああ、不思議な力を持ち民に崇められているという少女の話ですね。私もつい先ほど聞いたな。その娘が腕輪の持ち主である可能性は捨てきれん。決まりなのじゃ。みんなでその娘に会いに行こうぞ。申し上げます。民が我々の軍を頼って逃げてきました。妖魔に襲われたそうです。
なんだと？民を狙うた卑怯な奴らだ。さらにまだ逃げ遅れた者がいるとのこと、いかがなさいますか？そんなもん今すぐ助けに行くに決まってんだろうが。少し落ち着いたらどうだい天意殿。敵の様子も民の被害もつかめていない。こんな状況で動いたって。こうしている間にも民がやられちまってるんだ。のんきにしてる場合じゃねえだろうが。たとえ一人でも俺は行くぜ。やれやれ、熱いのは大いに結構だが、あの一途さがいつか災いにならなければいいんだがね。